備中川も駅に来ました。この駅の位置は主要道の国道180号から高橋川を挟んで反対側なのでやや不便です。しかしこの辺りの川も地区には主要な駅です。なぜか伯備線の駅舎はこの形が多いです。駅前周辺の様子です。ものすごく広いです。では中に入ってみましょう。時刻表です。1、2時間に1本くらいでしょうか。駅舎内はこんな感じです。下りホームの先端に行ってみましょう。街歩き名所案内です。山もあります。駅名標です。お客様にお知らせいたします。何か来るらしいけど、とりあえず最先端で待機します。ホーム先端で振り返って待ってみます。特急ヤクモですね。あや、停車しました。下り方面の奥です。奥で単線化されてます。奥に見えるのは川も地区の民家です。ぐるっと一周、腰が石段が並んでますね。石段は段々畑のようですね。ヤクモは停車したまま、上りのヤクモと列車交換するのかな。であるなら、古戦橋真上に、早速移動してみることにします。古戦橋に登ります。早速上り列車が来ました。上りは停車せず華麗にスルー。いってらっしゃい。下り列車も行ってらっしゃい。
線橋から見た国道180号線です。落石が直接路上に転がらないよう、ところどころ屋根がついています。せっかくなのでホーム上り側の端にも行ってみましょう。一周見渡してみます。鳥の声も心地いいですね。こちらも奥の方で単線化されています。ご視聴ありがとうございました。